エンプティースローエンプティースローは2002年に結成された日本のロックバンド、インダグルーブ所属、現在活動を休止中、メロディックパンク、エモーショナルロックを主流に東京都内で活動、2007年ファーストアルバムであるザ・ファーストテープ・トゥ・フォーゲットをジャイロミュージック・エンターテインメントよりメジャーリリース。その後、都内を中心に、 精力的に活動を続けるも2009年末に突如、活動を休止した。代表曲は、ルター、s ソング、タイトロープバンド名を決める際に、ユタが着ていた T シャツに書かれていた、エンプティースローガンズという言葉が由来になっているとされ、ガンズと略されないために、スローガンズの、ガンスを取ったものが、バンド名になったと後に語っている。エンプティと略され、呼ばれていた。 1>, 1、Just Before The World Ends 2007年に発売された、ファーストアルバム、The First Tape to Forget のジャケットの一部が突如、変更された。変更があったことをメンバーは把握しておらず、当時所属していた、ジャイロミュージックエンターテインメントと、デザイン制作会社間のトラブルがあり、変更されたとしている。ありがとうございます。